だから例えばね鉄っていうのは大陸から来たんだと朝鮮から来たんだっていうふうに、まあ、教科書を載ってますけれども、はい、縄文時代にあったかもしれないんですよね。あなるほど、うん、っていうのは鉄分って普通に地中にあるじゃないですか、はいうん、でそれが溶け出してですね沼地なんかで水の表面になんか油が浮いてたりしませんかあれってねその鉄を好むバクテリアがいいんですよ。は<ー>、うん その鉄をなんかバクテ艇君が食べて、うん、でどう広がってああいうふうになんか油っぽく見えるんで,、はい、でそこは鉄が取れるんですよね。なるほど、うん、でそれが例えばその草の茎があってその周りに鉄分がどん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 蓄えられていって、うん、で草が枯れるとその真ん中だけ草のストローみたいな穴が開いていって周りにちくわ状の,この鉄が取れるっていうのはあるんです、はい、自然に。なるほど、うん ただこれはね分解されやすいから残らないんですよねそれでもし縄文人が鉄器を作ったとしても残らないので分からないなるほど作ってたかもしれないけれどもう土に帰っちゃってるということなんですね玉鋼ですかねあそこから叩いて叩いてこう製鉄されたものとは違ってということですね本当に自然なもので出来上がってたものがあったのかもしれないかもしれないですね でも実際、日本から中国にどん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 刀はいろんな時代で輸出されてる、うん、んですね、うん。それによって中国も明の時代でしたかね、そうです圧倒的な戦力を持ったっていうことは、歴史的な事実の中ですよ、ねうん、あの時代ね、だから室町から戦後にかけて、日本の最大の輸出品は刀剣です武器輸出国です、日本は。 でそれがなぜできたのかってなれば、うん、鉄がちゃんと取れて技術があるってことじゃないですか、うんうん、中国に輸出できるほどの量も作れるってことは、うん、いや普通考えて伝わってきたならばですよ、うん、そんなことは逆で、うん、日本が輸入してたら分かりますけど、うん、輸出してたと、うん、でしかもああいう技術っていうのは一長一短にはできないので、うん、相当長い年月をもって技術 作られてきたんじゃないのかなっていうのは、はい、まあ普通の見立てかなと思いますね確かに三種の神器、はい、もしくは三種の神器っていうのがございまして、はいはい、でご皇室のシンボルですけれども鏡と剣と勾玉ですよ、ねはい、で鏡と剣はおそらく正道性なんですよ、はいうん、でこれは明らかに弥生時代から入ってくるんですけども問題は勾玉、はい あれをどうやってあの形に加工したんですかって。金属なくて。うんうん、これ謎なんですよ。あ、そうなんですね。ええ、はあ、何かで磨いたとしか思えない。うん。しかも穴開いてて。普通に考えれば鉄でやればいいじゃんっていう話が来るわけですね。<laughs> う,んうん。で、その、バガタバでも最高級品っていうのが、翡翠のやつで。はい。 で、あれがまたね、中国は出ないんですよ、ほとんど。はい。で、日本の、しかも、新潟県のあの、糸井川ってとこでしか取れないっていう。ええ<ー>。うん。あれね、わからないんですよ。どうやって加工したのか。ははかなり硬いんですよね。うん。はあ<ー>。で、あれは、マ玉ってやつは、本当に日本列島でしか出てこない。遺跡からね。ん<ー>うん。大陸は出ないんですよ。 日本独自の方がですね。僕不勉強で申し訳ないんですけどこれ伝わってきたんじゃないかなって思ってたぐらいです。うん、本当に大陸から来たんじゃないのかなって思ったぐらいですね。うん、大陸はねもっとね柔らかいね玉って書いて玉っていう、はい、書くんですけども,も柔らかい石でネックレスとか作ってるんだけども、はい、硬いマガタマはないです。ですね、ミステリーです。 ら僕らが知らないようなテクノロジーがあった縄文時代技術を持っていた、うん、何かしらの縄文時代すごい過去における技術革新を起こして、うん、何かを持っていたのは間違いないということなんですねうん、うん、ちょっとこれはまだ検証はできてないんですけども、はい、おそらく磁場大地の磁場の微妙な変化を ある程度察知できたんじゃないかと私は見てます縄文人がそうですね、はい、これはでも昔の人間っていうのは普通に持ってたのかもしれませんね、うんまあ、ストーヘンジとかもそうですしピラミッドとかもそうだと思うんですけどうん、うん、やっぱ磁場を感じる力がないと難しい建物って結構ありますよね、うん、これはね動物は持ってます それがないと渡り鳥もそうでけませんで渡り鳥とかねイルカとかね長い距離を移動する動物はみんなこれ持ってますはいだから絶対迷わないそれを人間は持ってないとは言い切れないです言い切れないむしろ退化したと見るべき主狩猟民族であればその能力は必須ですよ必須ですよそこからですね磁場の乱れっていうのが世界中ですけども起こる場所があってそれが断層なんですよ で断層は磁場の乱れが起こりやすいので、はい、そこに行くと何かを感じる場合が多い。はい、あと断層で地殻変動が起こると、巨大な岩が地上に現れる <laughs>、うん。もう見た目も明らかに何かあるというところ。はい、そこに彼らが感じて、そのちょっと変な感じを神と呼んだかもしれない。なるほど。うん ここはあんまり近づかない方がいいから、はい、目印にしめ縄を張り、はい、でそこをお祭りの場にし始めまだその建物ないですよ神社の、はい、でもこれが僕は日本の一番古い宗教だと思ってますよく神社の奥の方に巨石がこうある神社というかもともとそれが御神体だったんだよっていうところって結構あるじゃないですかよく元宮とか行ってますよねはい、はい、非常に多いです そういったものが始まりだったのではないかと。なるほど要するにその磁場を感じる力があるから、うん、そこに対してこれはちょっと違うんだと、うん、そういったことも経験も含めて持っていいたととうことなんですよね、うんうん、だから鋭敏な人だとそこに行くと何か頭痛がするとかあるいは声が聞こえるとかあったと思うんですよ。これも今の 人でもたまにいいすわゆるそのスピリチュアル系の方で、はい、本当に何か聞こえちゃったりする人いるんですよ。はいうん、それはおそらくね痕跡中にね学問的に証明できると僕は思ってますうんで、う、す、んうん。その電磁波もしくは磁場の変化が脳に何かを与えて刺激を。でこういうイメージが浮かぶとかこういう音が聞こえるってことは多分。 論章できるだから僕は宗教ってものは実はサイエンスだと思ってます。なるほど。はい。本当に同意できるんですけど、うん、そもそも人間っていうのは電気エネルギーで動いてますから、うん、当然その電磁力で磁、そうです。磁場を、自分自身が持ってる生き物ですから、うんうん、当然外部から強い磁場を受けた際に、何も感じない方が難しいんですよね。うん、そうなんですよ。強い磁場のところに行けば、本当に強いですよ。高圧電線の下とかに行けば、うん、誰だって感じますんで。うんうん でね、例えばね、これね、スマホだって出してますから、電磁波を。はい。皆さんね、お家に包囲磁薬があったら、スマホの上に置いてください。針がブインって動きますから。で、こういったものが自然界にないわけないじゃないですか。はい。あともう一個あって、それは太陽ですね。太陽の運行。自然に頼って生きてます。狩猟民族は。そうすると、冬になったら獲物はいなくなると。 その前に計画的に蓄えないといけないともう夏の頃からね6月に夏至って日があって、はい、そこから日が短くなっていくじゃないですかだからもう夏至の頃から冬に備えて準備しなきゃいけないということでこの夏至のお祭りがとても大事でうん、うん、あと逆に長い冬を頑張るときにいつか春が来ると、はい、じゃあいつ来るんだってことを知るのは日が一番短い日冬至 12月の終わり、はいうん。この当時の日を確認すれば、もうちょっと頑張れば春になるぞ、あと三月頑張ろうってないじゃないですか。だから当時の祭りと夏至の祭りっていうのが非常に大事で、最近分かってきたことは、多くの遺跡が夏至の日の日没や日の出、あるいは当時の日没や日の出と関係がある。で、その遺跡から見える山があって、その山に 日が沈むとか、日が昇るとか、そういう場所に遺跡がある。ケースが非常に多い。うん、そして、それが後に神社に受け継がれていって、そういう場所に神社が多い。うんうん、だからよく神社が一直線に並ぶ、レイラインっていうのも、はい、これ全部意味があるんですよ。極めてサイエンスですね。サイエンスです。オカルト的なものではなくて、 非常にサイエンティックな話ですね生きていくために必要なものだったわけじゃないですかみんなで確認できる場所にそういうものを作り大事な場所だからここに神社として使っていこうというようなことに発展していったっていうことなんですねそれ理解しやすすいで日本中にたくさん遺跡ありますけども今までねその工学者たちがそういう視点で見てなかったんですよ 写真撮って図面に撮って報告書を作っておしまいとじゃあその遺跡がどういう意味があるのか、はい、その位置にどう,いう意味があるのかそこまでなかなか踏み込んでないなるほど、うん、それこれから皆さん一緒にやりましょうこの作業いや本当ですよね、うんうん、行って確認すれば、うん、あなるほどっていうそう下手とかね、うん、そういう当時とかそういう時に行けば、うん、どういう運行になってるのがそこから確認できるかだけでも 分かりやすいお話ですねで今ねアプリがあるんですよ特定の日の日の出の方向とか全部出ます,す日の出日没ぼつって <laughs>、はい、場所を特定して、はいうん、だから別にその下至の日に行かなくたって分かるんですよなるほどあそこを登ってくるってなるほど、うん、だからここなんだっていうことが分かるってことですねそういうことでもう先生いいろんなところを見たら、うん、なんだそういうことなんじゃないかっていうことが分かったってことですね分か,分かってくる分かってくる これっていうのは共通のことになってるっていうことであれば、うん、おそらく縄文人たちはそれを本当に目印にしてやってたんだなっていうことは想像に難しくないということですね。うん、そうですね。うんうん、まあそうじゃないとおかしいですもんね。うん、なんでここの場所に建てたんだっていうのも、それは非常に分かりやすいお話ですね、うんうん。特にね、北日本に多いんですけれども、はい、石を丸く並べて、ストーンサークルっていうのがたくさんあります。はい うん。秋田から青森、北海道にかけて。うん。で、これはね、もう例外なく太陽崇拝です。なるほど。はい。そういう意味でサークルにしてあるっていうことを、ねうん、そこからある方向に日が昇る。そこの方向には必ず何かあります。はははは。はい。もうそれが共通になってるっていうい感じですね。うん。で、有名なイギリスのストーンヘンジも、こっち側ですね。こっち側に、 入り口があるんですこれがね下の日の出なんですなるほど、うん、同じ,同じロジックだと同じ、うん、ということは太古の狩猟民族の人たちっていうのはおそらく世界中同じような行動をとっていたんですかいすはいよくねその、うん、不思議だとか、うん、なんだかよく分かんないとかいうふうに言いますけど、うんうん、実は狩猟民族が生きていくのに 必須のことだったっていうところで紐解けば、うん、実は世界中がほとんど一緒のロジックで出来上がっているういう、ね、はい。日本も例外ではないと。ない。そういう意味ではやっぱり日本も狩猟民族だったこれもやっぱり後押しするということなんですね。はい、と思います。はい。それはそういったところに行く一つの楽しみ増えますね。いや本当にね最近僕日本中旅するとね、もう飽きないですよ。ですね。うん なるほどって感じになりますね。うん。1>, 1万年以上前のご先祖様のことが身近にちょっと感じます、はい。そうそうそう。欧米はね、それが切れちゃってるんですよ。はい。全部遺跡になってしまっていて、えー、昔の古い宗教ですねとおしまいなんだけども、はい、日本という国の面白いところは信仰が今も続いてるというですね。はい。それが神社という形なんですね。はい。うん、全くおっしゃる通りです。うん、非常に珍しいパターンだと思います。うんうん あの生きてますね生きてるんです変わらずずっと脈々と続いている、うん、もう本当に文化であり、うん、生きたままで保存されているものですよ。でその後で人格心と言って、はい、人間の姿をしてお名前のある神様が出てくるんですね、はいうん、でだいたい今どこの神社もこの神社のお祭りする神様はなんとか神様ですっていう風に、はい 言ってますけどもそれは後からついたものであって本来は自然崇拝なんでですすそうね今おっしゃられた通り本当に自然の例えば磁場の違いであったりとかそこで暦が分かるっていう非常に大切なものでそれをちゃんと感謝の気持ちを持って大切にしてたっていうことなんですねはいすごく今の人もみんな理解しやすいお話です いやですね、神社をぜひちょっとそういうふうに続いてきたっていうものすごく大事なものだというのは思い知らされますね。うん、これっていうのを教えないというかですねうん、うん、途切れさせようとするのは本当にちょっと問題が多いお話ですね。はいはい 最も縄文的な神社っていうのが長野県にございました。はい、長野県はい。諏訪大社と言います。ああ、諏訪大社。はい。ものすごく有名ですね。はい。で、あそこはですね、いろんな意味でやばいんですよ。場所が。まず、断層です。はは。はい。で、あそこね、日本列島を横断する断層がこうなってます。ああ<ー>。クロスします。はい。はい で、一つが、中央構造線という古い断層です。で、もう一つが、糸井川、静岡線という、例の翡翠の産地の糸井川の線ですね。はいはい、で、糸井川線が小立てて、で、中央構造線が横になっていて、後からできたその糸井川線で、地面が動いちゃって、横の中央構造線がこうなってるっていう。ははで,で、そこで、地面が陥没して、水が溜まったのが諏訪湖なんです。 ものすごい <laughs> ものすごいところですね <laughs> だから多分当時はもう磁場がぐちゃぐちゃだったと思いまうんですよ、ね、あそこはもちろん巨石もありますはい、はい、それで諏訪大社はですね一応そのお祭りしてる神様はですね出雲の神様はい、うん、で出雲の神様は大国主さんっていう神様が有名ですよね、はい、出雲大社の、ええうん、であの方の息子さん がですね、お父さんがいつもの王様だったんですよ。はいうん、後から入ってきた、今のご皇室のグループですね。はいはい、天孫族って言うの、はい、それに国を譲れって言われて、はい、国譲りの譲りですね。で、お父さんはすごく穏やかな方で、まあしょうがないかって感じだった息子さんがですね、いや、抵抗しますって。おやじじ、俺、戦いますかって言って、戦って負けるんですよ。はい、で、負けて、で、その、諏訪に逃げてきた。で、諏訪の神様になったっていう、竹見中っていう神様なんです。 表向きは。はい、ですが、実際諏訪大社に行ってみますと、ええー、っていう、いろんな習慣が残っていて、はい、で、普通神社っていうのは清らかな場所とされていて、そうですね。汚れを避けますよね。はい、血とか死体とかは絶対神社は避けるじゃないですか。はいはい、ところが、諏訪大社のですね、 神社っていうところですけども、まさにその聖なる場所で、お正月にこういう儀式やってんですよ。うん、それはね、冬眠中のガマガエルを掘ってくんですよ。うんうん、神主さんが。そのガマガエルを神社の目の前ですよ。はい、で固定して、矢を入るんです。ブ <laughs> シーって はい。で、その、串刺しになったガマガエルを神様に捧げるんです。はぁ、い、はあはあ、これって、ありえないじゃでしょ普通は。はい。神社の習慣としてはありえないですね。あい。うん。ご法度中のご法度じゃないですか。で、もっとすごいのがありまして。るんですか。あのー、御桃祭ってのがありまして。御桃祭。陶祭うん。御頭祭り。はい。ええ お頭祭りということで、はい、何のお頭かっていうと、鹿。鹿はい。はい、鹿の首。はい。しかも75頭。75? 75頭の鹿の首を跳ねて、はい。それを神様に捧げるってことをはは、<laughs> 幕末まで、諏訪大社、やってました <laughs>。で、さすがに明治以降は、 <laughs> やめましょうってなっててな、はい、今何やってるかと,いうと鹿の白星の頭を神棚に備えてます。ははははこれって、狩猟民でしょ。はいね、どう見ても、まあ。完全にそうですね。うん。その狩りの神様に捧げてたってことですよね。うん、でしょだから、その出雲の神様が諏訪にいらっしゃる前から、そういう神様を祀っていたんですよ。 そ諏訪大社はそれが残ってるんですよもともとその磁場の神様がいらっしゃってそこに出雲を追われた神様が来ただけであってもともとのその神様っていうのはやっぱりそれはちゃんと生きていてそれも祭祀だと思うんですけどその中にあるっていうことなんですねそうなんです日本っぽいですね縄文も色濃く見えますけどやっぱりね長野県という場所だと思うんですよ山深いでしょはあんまりお米に向かないじゃないですかはい 夏短いし作付き面積もあそこじゃなかなか取れないと思いますしだから古い習慣が残ったと思うんですよ諏訪大社っていうのは。なるほどということは日本各地の神社には本当はそういうのがあった可能性が高いということですね。のち消されていった可能性が強いですよね。でそのじゃあ諏訪の元々の神様は何ていう神様かっていうと。 これも伝承で残っていて、ミシャグジっていう神様ミ、うん。ミシャグジミシャグジ。うんはい、漢字もない音だけ。ミシャグジっていう神様。うん、これがその狩りをする神様だったようです。なるほど。はい、それはすごくこう面白いというかですね、濃厚義足だと教えられてるもんですから、普通はね、ありえない話ですよ。あの、これ実ったよとか言って、うん、そう,そう,そう、う捧げる <laughs>、うん。 ものかと思いきや、うんうん、いやいやそうではないよと、うん、非常に面白いですね、うん、それでね思い出したのは日本神話の頭の方に天照、はい、大神と、はい、スサノのオ弟のが、はい、こうなるっていう話がありますよね、はいうん、であの時に天照様の側は明らかにあれ農公民なんですよ稲作農公民なんですよ。 おとなしくなんか、歯通りとかやってるんですよ、はいね。で、そこに上がり込んでくるスサノオの設定が凄まじくて、とにかく暴れまくるんですよね。暴れんぼですよね。で、これが神かっていうぐらい暴れまくってですね、はい、ちょっとこの CGS でですね、お話しできないようなことをやるんですよ。ね。古事記読んでください。はいね、その極めつけはですね、生きたまま馬の皮を剥いでそれを はたりやってる建物に屋根からぶち込んだって話があって。<laughs> 何ですかこれはって話で <laughs>。結構皮はぐわだし。これはね、ちょっとやばいですよ。はい。はい、だからあの、スサノオっていうのは、狩猟民族か、あるいは遊牧民か。はい。だと思うんですね、はい。大陸から渡ってきた人の系譜の可能性が高いですよ、ねうん。で、あの、スサノオ神話の中に、実は今の韓国の、 東側かっってて国があまず白木に降り立ったけどもんか意向し悪かったんでいつもに来たっていう記録があるのでどっちかっていうとの野は遊牧民系かもしれないあり得る話ですねあまりにも気性が荒すぎるのちょっと異色なんですよねあの人今の日本人から見ても本当に日本の神様なのかなっていう勢いですね 菅直オさんって言ったら、後に本当にちゃんとした神様になられるわけですけど、うん、一応、その、いつもの大国の主の祖先ってなってますから、はい、お話に登場してきた時のの菅直オさんのインパクトって,って、俺、強烈ですよ、あれ。それは兄弟に仲良くできないで、<laughs> <laughs> そうそうそう、<laughs> お話に <laughs> なりますよね。 だからこれはその,日本人のルーツを考えるるすすごく面白いですねなるほど、うん、古事記を読めば日本人がいろんな民族が来てその中でだんだん混ざっていってうん、うん、日本人という形が徐々に出来上がったっていうことがよくわかるっていうことでもあるということですか、うん、そうです本当に古事記とか日本書紀とかもそうですけど「古事記」って習うだけですよね。何年編纂されました、うん <laughs> <laughs> それだけですから <laughs> これはでも本当は日本人としてはですね、うん、ちゃんと読んで言葉のままじゃなくてそこからこう感じるものを感じて、うん、いわゆる自分たちの思想が根本には何があったのかっていうのをおのの感じ取れる一つの まあ歴史的なツールというか、そう,そ,うそういったものであるということですよね。うんうん、そもそも、古事記を編纂した時のメンバーも、それを想定して編纂されてるんですかね。うん、それって言いますか日本人とはこういうものなんだとか、あ<ー>我々というのはこういう人間なんだよっていう、うん、そうコンセンサスをしうとをしたんですか、ねうん、普通僕らは日常生活の中で、俺日本人だからとか、普通思わないじゃないですか。はい、ね。その、日本人だからって思う 時っていうのはどういう時かっていうと、日本人じゃない人と出会ったり、はいええ、外国に行ったり、外国の人が来たりする時でしょう、はいで。それがね、古事記日本書記ができた頃に起こったんですよ。うんうん、それは、当時の中国の東欧朝っていうのが朝鮮半島に攻めてきた。はい、で、韓国の西側のクだラっていう国が滅ぼされてしまって、はい、クだラの王子様がちょうど日本に逃げてきて、助けてくれって言って、 で、出兵したのね。日本が。はい、大和山とかね。はい、で、それで負けるんですよ。えー、白隙の絵っていうところで。はい。はい、っていうことは、その後、唐の軍隊が九州に攻め込んでくる可能性が大いにあった。はい、うん。これ、日本という国が迎えた最初の危機なんですよね。えー、うん。その時に、日本人だと、もしくは大和人だという意識をみんなが持たないと、戦えないじゃないですか。はい。はい うん、何を守るのか分からないですねそです。そうなんです。うん。で、しかも、ついこの間まで日本各地にそれぞれ王様がいて、方言だって今の違いとかじゃないですよね、当時。<laughs> うん、うん。言葉を捨てなかったんですよ、お互いね。はい、それを日本人意識を持たせて団結させて、党に対抗しようっていうのが、古事記日本書紀を書いた一番の動機です。う <laughs> うん、うん ということであれば戦前の教育では「うん、古事記日本書紀」って当然教えられる神話というのは教えられるものだったんですけれど日本人として自分たちは何だろうと思った時には,、はい、これは基本的にはそこを振り返らないともともとの根本をわからないよということをよろしいでしょうかね。やはりその神,話神話というか、まあ、神話の形をした自分たちの物語ですよね。 で、これは多分世界中そうだと思うんですよ。ね、その民族の危機にあっては、自分たち何者かってことを振り返って、共通認識を作っていかないと、滅ぼされますから。<laughs> うん。じゃあなんで二つあるかっていうと、古事記っていうのは、日本語で書いてあります。うん、ってことはあれ国内向けです。はい、つまり、各地方にいろんな国があったけども、ね、実は同じなんだよって。だから、 あっちの神様と、こっちの神様と、で、天皇家とつなげていって、ほら、同じだろって言って、日本人意識を持たせる。これが古事記の目的です、はい。はい。で、もう一個の日本書紀っていうのは漢文なので、つまり、党に対して、日本っていうのはこういう国家で、ね、昔から文明国で統一した天皇がいてっていうことを説明するのが日本書紀です。はい。はい。なるほど。 今回で言うと、本当にその縄文のところから紐解いていただいたんですが、うん、やはりその縄文を知る、一番良いツールとしては、神話があるということなので、それをぜひ、この、はい、機会に、はい、何でもいいから、とりあえず、触れてみたらいかがですかちょっと日本書紀は漢文なんで、かなりハードル高いので。ちょっと、日本書紀はです、ねえー。古事記は割と読みやすいし、いし今、現代語訳で、はい、絵本とか漫画とかいっぱいありますから、 手に取っていただければそうするといろんな発見があります、まあ、自分が今どうしてきているべきかとか、はい、どうあるべきかのヒントになるということで、はいはい、よろしかったでしょう茂木、はい、先生今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました日本を取り戻す CGS の茂木誠でしたはい、CGS のセミナーのお知らせです えー、東京の品川で行います会場リアルで30名様ほどそれからオンラインでも参加できますの、ね、でぜひお申し込みください。詳細は概要欄で